ライブ配信一応最初に、はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、あ、入ってる。めっちゃマスクが。そうですよね。皆さんこんにちは。すいません、ちょっと今日本日からですね、コロナウイルス、新型コロナウイルスの、はい、感染の対策、感染予防として、はい、ちょっと本日からマスク着用でライブ配信を行うこととなりました、はい、ちょっと聞きにくいなとかもちょっとあるかもしれないんですけれども、すいませんが、ご理解とご了承いただければと思います。お願いします。お願いします。はい、あ、マスク正解です。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと本当にね、いよいよ怖いなって思ってきて、ちょっと怖いですね、はい、防げることはしないと、はい、やっていかないとなと思いまして、ね、はい、あ、ピチさんこんにちは。ありがとうございます。あ、こんにちは。マミさん、こんにちは。こんにちは。KBM、CMBK さん、はい、こんにちは。ピチさんが、マスクに。ありがとうございます。めっちゃマスクでかいですね、このマスク。でかいですね。もうこんなしかない。いや、本当に、声が出てる。安心しました。ありがとうございます。マスクしてますね、はい、そうなんです、すいません、今日からちょっとマスク着用でライブ配信を行いたいと思います。よろしくお願いします。靴も可愛い、うん、あ、靴もね、ちょっとね、はい、こちらのパイさんの方はもう販売されている、はい、靴になるんですけど、ちょっとエミさんが履いている方は今後また新作の発売となっております。はい、ののちゃんさん、こんにちは。あやかさん、こんにちは。こんにちは。のどちゃんさんもマスク美人、ありがとうございます。なんだマスクマスク、はい、ワンピース素敵、ありがとうございます。はい、今日の商品も素敵、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。では早速ちょっとね、新作商品の、ね、はい、はい、ご説明に参りましょう。はい、参ります。はい、ワンピースさんこんにちは、ありがとうございます。よいしょ、はい、一旦ちょっとね、商品説明していきたいなと思います。はい、じゃあ、はい、私が見せますね。ここで流したこんな感じです。はい、はい、はい、じゃあ説明していきます。はい、こちら着用してる、ロングシャツですね。ロングシャツ、はい、はい、商品名がウエスト絞りデザインロングシャツです。はい、ウエスト部分がこうやって絞れるデザインになっております。はい、はい、カラーはベージュとブルーの2色です。はい、サイズは M サイズのみです。ワンサイズですね。はい、ワンサイズです。はい、お値段は3990円なんですが、こちら新作商品になっておりますので、はい、72時間送料無料の 10% オフなので、はいはい、3591円です。はい、これすいません、本日ご紹介してるんですけど、明日の10時からの販売となっております。はい、そうです。はい、そうでしたね。はい、分かりました。そして、素材はレーヨン 65%、はい、ポリエステル 35% です。ちょっとこんな感じの柔らかい、はい、そうですね、脂肪感のある、そうなんです、はい、素材になってます。柔らかくてちょっと薄手で軽い、はい、ね、そうですね、なんかツルツルとかそういうのでもなく、うん、ちょっとそうですね、シワシワっていうか、なんていうんですか、柔らかい、そうです、はい、こんな感じ、ちょっと季節感のあるデザイン、はい、素材となっております。ちょっと涼しそうな感じの素材となっております。はい、はい、すごいよね、結構、あ、みゆちゃん声かたんと思った、顔が小さいって言ってくれて、ありがとうございます。皆さんマスクに反応してください。はい、で、デザインはなんですけど、そうですね、ウエスト部分がこういう風にリボンに絞れるようにくっついてる、なんていうんだ、デザインとなってまして、でキュッと、はい、結んでいただくとこんな感じです。はい、はい、これはもうちょっとね、前とかは開くんですけど、うん、そうですね、こうやって絞っていただいて着用するっていうのが、はい、
もう着方、着方です。そうです、はい、ちょっと外してもらったりして、ちょっとガランとガランとなってしまうので、うん、もうくぐって着用してください、はい、くぐるとこんな風にサイドにリボンがくるデザインです。はい、はい、なのでウエスト部分がキュッとなりますので、なんだスタイルアップにも見えますし、はい、でも後ろも別にギュッと絞られるわけじゃないので、はい、結構ゆとりがありますよね。はい、行きます。って感じです。前から、あ、後ろ結構シンプルなデザインなんですけど、はい、うん、ストンとしたがっつり隠れるデザインとなってるんですけど、はい、前が結構デザイン性のある、はい、シャツになってきます。そうですね。うん、ちょっとこのラウンドカット、はい、になっていて、ラウンドカット、はい、ここにもスリットが入っていて、ちょっと上品な感じに見える、はい、見えますね、はいはい、あとスリットも入ってます。横にスリットが入ってますので、はい、こんな風に下にデニム、今白のパンツ合わせてるんですけど、はい、合わせてもらうと綺麗に見えます、はい、ボトムスも綺麗に見えるデザインです。なんかワイドパンツとかでも全然綺麗に着てもらえると思います、うん、思います。結構スリット入ってるんで、はいはい、ブルー綺麗ですね。ブルー可愛いですよね、うん、すごい綺麗、爽やか爽やかベージュも爽やかベージュも爽やかです。はい、はい、はい、ピンコタとか別にあるわけではない。あ、ピン止めするの忘れてましたね。あ、ほんまですね。ちょっとピン止めしましょう。起きた。あ、あのが、あ、はい、はい、ちょっと身長を今からピン止めします。はい、忘れてました。すいません。かな、ぐらいかな。ミミさん162でしたっけ？3ですね。間違えた。1センチ。はい。で、あとはなんだろう。ベージュはもうちょっと優しい感じの色合いです。そうですね。で、ブルーの方は爽やかなクールな感じ、うん、かっこよく着れます。なんかオフィスとかに結構着れそうな感じの、はい、そうですね。オンスタイルで結構着やすいブルー、うん、かも。こちら、はい、ミミさんのちょっとふんわりした柔らかい、そうなんです、なんか女性らしい感じの色味ですかね、うん、優しいですね、はい、ぐらいかな。ですね、そのくらいなです。今日画質良くないですか？めっちゃやっぱり場所がちょっと変わる画面のチェックあ、はい、はい、ちょっとコメント、はい、コメントを見ていきましょうかね。はい、止まっちゃった、はい、ストライプのシャツワンピ買ったのに、はい、これも可愛い、また欲しくなってしまいます。ありがとうございます。この間ご紹介させていただいたよね、はい、あれ可愛かったですよね。ありがとうございます。はい、たくさん顔文字送っていただいて、ね、本当だ、ありがとうございます。こんにちは。デニムも販売されているものですか？はい、ですね、はい、販売されております。されてます。これはね、エミさんのってあれですか？ここに通常のやつですか？そうです、2タイプ、スキニーデニム、はい、スキニーデニム、はい、スキニーデニムで検索していただいたら、はい、出てきてますかね、はい、はい、私が履いてるのはノーマルタイプのインディゴです。私何やろ、スキニーデニムで検索してみてもらったら出てきます。私もスキニーデニムですね。同じですね。の、はい、ノーマルの、私がホワイトのタイプです。はい、同じやつ、はい、同じデニム履いてます。はい、はい、止まっちゃった。あれ、折れる、折れる、開けた。あ、はい、こんにちは、ありがとうございます。はい、商品販売中ですかってコメントいただいてるんですけど、こちらの商品は、うん、明日の10時からの新作の販売となっております。はい、はい、アップも可愛い、アップも可愛い、アップ、アップ、アップ、さっきのアップかな。めちゃめちゃ酔って言ったやつ。はい、あ、画質綺麗ですよね。よかった。ありがとうございます。よかったです。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。
デニムとかワイドパンツ、そうですね、ワイドパンツとかやったらちょっと綺麗な感じに、はいはい、今年らしい着用できるかなと思うんですけど、あとはレギンスとか、レギンスでもありますね、もいいかなと思います。はい、はい、でちょっと、うん、ちょっとだけ後ろに若干後ろにこう抜いて、うん、でも、でもあのちょっと今年っぽい感じの着方、はい、なんですかね、はい、抜かなくても全然形綺麗、普通に着るとこんな感じです、うん、はい、ちょっとだけ開けてもらって、まあ、がっつり閉めてもいいんですけど、はい、ちょっと開けてもらった方が、はい、ここはシュッと見えるかな、うんうん、と思います。はい、ね、はい、ありがとうございます。スキニーデニム買いますよ。すごく履き心地もよく綺麗なラインですよね。ありがとうございます。めっちゃ履きやすいですね。履き心地いいです。あ、ね、めっちゃ伸びますもんね、これ楽ちん、楽、めっちゃ楽です。はい、ありがとうございますありがとうございます。デニムも可愛い、お、ありがとうございます、はい、デニム結構いろんなデニム、うん、うちあるので、ありますね、本当にね、あのカラーも豊富だし、はい、形も豊富だし、はい、あのたくさんありますので、そう、はい、なおかつリーズナブルで、いや本当にリーズナブル履きやすくて本当におすすめなデニムたくさんあるので、はい、あの ぜひぜひしてみてください、はい、サイズもね豊富に、そうなんですよ ね、 そうなんですよね、サイズもたくさんあります、そう揃えてますので、はい、はい、明日の新作他にもありますか。すみません、今見出しまして、ありがとうございます、はい、明日他にもあります、はい、ございます、そのうちの本日は2点明日の新作商品をご紹介したいなと思ってます、はい、で今1点目ご紹介させていただいて、次にまた違うアイテムをご紹介したいなと思ってます、はい、はい、質問してた方いたらすみません、サイズ展開を教えてください。これは M サイズのみです、はい、ワンサイズです、はい、はい、ワンサイズとなっております。はい、マスクも可愛いですねマスクも可愛いありがとうございますハーリーには無理でしょうかっていうコメントいただいてるんですけど、こちらで、ね、ちょっと外していただいたら、うん、あの結構この紐が行方がちょっとどこに行こうみたいな感じになっちゃうんですよ、もうくっついてるタイプなので、羽織っていうよりかはもうここ絞ってもらって、はい、絞ってもらって着用していただくっていうアイテムになります、うん、ちょっと全部締めてもらってね、はい、はい、羽織やったらそうです、羽織はちょっ と、ね、この行方が行方がね遊ばれてしまう、はい、ここを絞るデザインのそれです、はい、はい、はい、これリボンとかにしたらどうなんですか。あ、リボンでもね、ちょっと先やったんですけど、いけました、あ、いけました。ただあのリボンにしてもいいけど、そんなにダランとならなかったです。あ、確かにちょっと重い感じ、うん、重してる方が、はい、これぐらい、あの普通に1回くるっと結ぶだけでいいと思います、うん、良さそう、こっちの、はい、はい、うん、たくさんコメントいただいてますね、うん、読みちゃいましょうか。そう、スキニーデニム大好きなの なので、はい、ぜひ今度デニム特集してほしいです。あ、デニム特集いいですね、うん、なんか、うんうん、結構 T シャツ系とかもうち最近なんかさらっと着れる T シャツとか多くて、そうなんですよ、なのであのデニムと T シャツとかこうちょっと合わせていいかも、いいかもしれないですね、はい、めっちゃ可愛いですね、はい、ちょっとできればなと思います、はい、はい、前の絞ってあるのほどいて見せてください。こんな感じです、はい、これはちょっとあのほどいてしまうと、うん、これがね、行方が、はい、気になるかもしれないかもっていうか、そう、気になります、気になりますね、はい、くるっと、はい、はい、新作狙ってるのありますか。毎週新作が楽しみです。ありがとうございます、ありがとうございます。狙っているものね、最近、何やろ、新作、あ、でも発売されてるものとかだったらありますよね、あります、ね、この間私、うん、あの発売された新作商品で、はい、あのキャンディースリーブのブラウスのラベンダーが悩んだんですけど、アイボリー買いました。あ、アイボリー、ね、ブラックも欲しいです。あ、ブラック可愛いですよね。ブラックも欲しい。あ、似合いそう、はい、かっこいい感じになります。うん、はい、新規作商品ではちょっとね、
はい、はい、新作商品何やろう、うん、あのでもあれとか今出てるやつで後ろリボンのブラウスとか可愛いです。なんかあ、バーリボン後ろリボン の、うんうん、なんかね2つぐらいあるんですよ確かとかおすすめ、はい、いっぱい新作あるんですよ可愛いです。私たちも毎週新作楽しみにしてます。楽しみ、はい。しおりさんのホワイトのパンツは何ですか？こちらスキニーデニムになってます、はい、うん、はい、スキニーデニムです。スキニーデニム、あ、ちょっと見ちゃったんで見た、はい、こんな感じのデニムです。はい、はい、そっちでお願いします。はい、かなかそうか、すいません今来ました、すみません。再度総合とお値段教えていただけますか？あ、はい、はい、かしこまりました。素材はレーヨン 65% ポリエステル 35%、 お値段は3990円なんですが、こちら明日発売の新作なので、72時間送料無料 10% オフで3591円です。はい、ありがとうございます。かわいい。ちょっと関係ないですが、うん、常に私も在宅ワークになっちゃいました。ほっとしたような仕事しづらいような、あ、確かにそうなんですよね。在宅の方結構増えてきていらっしゃると思うんですけど、確かにお家でやれることって限られてきますよね。限られてきちゃったりもするけど、でもなんかもう電車に乗らなくていいとか、感染リスクが減るとかいうのはちょっとね、ほっとしたりとか ね、半々ですよね本当に。まあ仕事はね、うん、ちょっとやりにくいですよね。ね、うん、コロナにはかかりたくないので、かかりたくない、皆さん、はい、防げるものは防ぎましょう、はい、マスクして、はい、消毒してちょっとね、うん、手洗いうがいとね、換気して、はい、目触らないだったり、あ、はい、そうですね、ちょっとね、はい、気をつけましょう、はい、おしゃれ欲しいです、ありがとうございます。おすすめカラーはっていうコメントいただいてるんですけど、エビさんのおすすめカラーはどちらですか？じゃあこっちでこちらこちらです。私もでもブルーかもしれないです。はい、エミさんはベージュ、はい、ブルーですね。あ、ブルーです。ブルーとベージュ、はい、ブルーベージュです、はい、はい、うん、そうです。重くないですかっていうコメントいただいてるんですけど、めっちゃ軽いです。あ、重くない、軽いです。素材が本当になんか軽やかで、なんかふんわりしてて柔らかくて、うん、はい、めっちゃ軽やかなので、すごい軽いです。ここの部分ですね、きっと。ここ結んでも全然重くないです。全然軽いです。ね、大丈夫です、ね。はい、大丈夫です。はい。ここで読む。紐って後ろで結ぶの無理ですか？っていうコメントいただいてるんですけど、紐は後ろで結ぶのは難しいかな。ちょっと難しい。いける、あの、結ぶことはできると思うんですけど、多分ね、前のここが。そう、ここがね、まだ行方がってなっちゃう。これがどうしはったんでなっちゃうかもしれないです。やっぱりこう着てもらうのが一番可愛く着てもらえる形ですかね。そうなんで、多分ね、ここの部分が真ん中からくっついてるので、ちょっとそれがね、サイドから着てたらね、後ろでも結べるんですけど、こういうデザインのシャツなので、はい、こうやって着るのがおすすめです。はい、キャンディースリーブブラウスも着てほしいです。すいません、ちょっとね、今ね、ここにブラウスが置いてなくて、うん、そうですね、はい、私の、すいません、私のインスタの方にもちょっとキャンディースリーブのブラウス、はい、はい、あります。あるので、しおりさんのインスタ見てください。チェックしてみてください。はい、これで見よう。あ、行方が、そう、すいません、紐の行方がね、はい、すいません。154センチの方には丈感少し長すぎですかってコメントいただきます。みんなお見せしましょう。ありがとうございます。あ、違う、ないんですよ、ページがないんだ。あ、え、あ、見えなくなってるんですか？見えなくなってるんですか？あ、そうですよ、そうや、すいません。154センチのこちらが、あ、そっちだ。あ、こちら。154センチだったら、多分私と10センチ差ぐらいなので、約。
10センチ伸びるくらい。全然長すぎないかも。あ、結構ロングより着用できる感じかもしれないです。多分くるぶしまではいかないけど、うん、くるぶしちょっと上ぐらいまで来そうな感じですね、はい、で、ただあの横に結構スリットが入ってるんで、あの低身長さん着ていただいても全然バランスよくは着用していただけると思います。はい、キャミワンピ届きました。ありがとうございます。ありがとうございます。キャミワンピ可愛かったですね。キャミワンピ可愛いですよね。チュリさんこんにちは。いつもありがとうございます。はい、追いつきましたかね。追いつきました。ちょっとか。よかった。はい、はい、ではちょっと次のアイテムに行きましょうかね。大丈夫ですかね。大丈夫ですね。はい。じゃあ今日は新作、明日発売の新作を2つご紹介します。はい、でもう1つ、はい、今からご紹介していきます。はい、もう1個が、ね。またそれもブラウス、あ、じゃない、シャツなんですけど、ギャザー切り替え A ラインロングシャツです。はい、今日はロングシャツ縛りですね。ロングシャツです。はい、はい、じゃあ着替えましょうか。着替えましょうかね。着替えましょうかね。はい、はい、こもったんや。こもったんや。はい、お願いします。そうしましたら、なんだ、こんにちは、MRK さん、こんにちは。ちょっと今日マスクの着用のしてるライブです。すいません。ポノさん、竹缶ありがとうございます。佐川急便で以前受け取りましたが、大和や郵便局からの発送は可能ですか。あー、佐川ですよね。何か佐川急便なんですけど、ヤマトとか郵便局からの受け取り可能ですかっていうご質問です。あー、着付けみたいな感じですよね。多分そういうことですよね。どうなんですかね。ちょっとこれは確認してみます。どうだろう。なんかできそうな気にするんですけど、はい、あ、でもそれ質問 ICT に載せるときに、はい、またそちらにちょっと回答しましょうか。そうしましょう。一度確認して、はい、ICTV 載せるときにそちらご質問に答えさせていただきます。すみません。でも佐川はどうなんだろう。一度確認しておきます。あやかさん、次のもめっちゃ可愛いです。次のも可愛いです。めっちゃ今ちょっとしおりさんに来ていただいてますので少々お待ちください。じゃあその間に私じゃあ説明しましょう。こちらも明日の発売の新作になってます。ロングシャツ、後ろがギャザーになってるシャツです。よいしょ。あ、パグパグ。こちらは商品名がギャザー切り替え A ラインロングシャツ、カラーが2つ、2色でライトベージュとオフホワイトです。です。こっちがライトベージュで、しおりさんが今オフホワイト着ていただいてます。サイズは M サイズと L サイズの2サイズ展開となっております。お値段3690円なんですが、新作なので3321円です。72時間限定で、素材はポリエステル 100% です。あ、そうだ、さっきのね、この商品もちょっとご説明っていうか言うの忘れてたんですけど、裏地はついておりません。言うの忘れてましたね。で、こっちは、あ、こっちもついてないや。はい、両方ついてない。あ、そうですね、両方とも裏地はついてない商品となってます。はい、弱いかな。はい、デザインはもう後ろ A ラインのデザインで、はい、ここの部分から切り替えのギャザーとなっております。はい、はい、着替えてきます。はい、着替えてきます。はい、ここで流しとこう。ありがとうございます。はい、お願いします。流してくれはるんですね。
すみません。めちゃボタンが。タグはちょっと違うんですけど。今エビさんにベージュかな、これライトベージュ、ライトベージュ着用してもらいます。あ、ボタンが付け替えボタンがちょっと違ってました。はい、こちらがオフホワイト、オフホワイトのA ラインロングシャツ、ギャザー切り替え A ラインロングシャツとなっております。はい、こんな感じです。なんか素材はポリエステル 100% なんで、本当になんかサラッとしたつるっとした感じの素材となっております。こんな感じの本当につるっとした、なんか春夏とかにはすごいいい素材。ですかね、いいですよね、はい、あとはちょっとあのそう、なんかサラッとしてて本当に気持ちくて、でちょっとね、落ち感がすごい綺麗で、ちょっとふんわりとした感じですかね。こんな感じで軽やかなふんわりとしたデザイン素材感になってます、はい、あとフロントスタイルからね、結構すっきりとしたこんな感じの本当にシンプルなデザインになってるんですけど、この後ろのね、この切り替えの部分からギャザーがしっかりと入ってるので、腰回り、お尻回りとかもすごいふんわりとして、うん、なんか体型カバーにもいいですし、うん、なんか優しい感じの天気になりますかね。あとは、袖、この袖もちょっと七分ぐらいの丈になっていて、ちょうど女性のね、あの華奢に見える部分、まあ、手首だったりとか、この首元だったりとかを見せることによって、女性らしく華奢に見せてくれるので、この袖感っていうのはすごくバランスのいい袖感となっております、はい、おかえりなさいこれ結構開けてます、2個とかに2個ぐらい、ここら辺まで開けます。エミさんが帰ってきましたあとなんか袖のタック、ここのタックが入ってるので、なんかね、あの程よくふんわりと袖感もしてくれてる袖になっています。はい、おかえりなさい。そう、めっちゃ上品ですね、ベージュ。ベージュこんな感じで。こんな感じです。はい。綺麗ですね。そう、その姿がまたこれは上品。ギャザーが本当にしっかり入ってて、ここは結構シンプルなんですけど、うん、このギャザーで、はい、結構見た目も雰囲気も変わってとっても可愛いです。ね。ちょうどいい丈感、袖がこれぐらい。ちょっとこうやって上げてもらってもね。うん、七分ぐらいですよね。普通にすると七分ぐらいですね、私たちで。さっきのね、ご質問ってね、はい、発送の営業止めができるかってことですよね。あ、佐川でうち送ってるじゃないですか、はいはい、それが郵便局とかヤマトでも、あの配送業者を変えるかってことです。あ、そういうことですね、はい、ちょっとね、ピーロスタッフのアカウントからちょっとね、誰の人どこの人あのピーロスタッフのアカウントからコメントいただいてまして、あの発送方法に関しましては、宅配便は佐川急便で、うん、メール便は日本郵便となっております、はいはい、そちらちょっとご了承いただければなと思います、うん、はい、あ、本当だ、はい、で、この、はい、戻りますこの、はい、あのシャツは、うん、羽織でも着用できます、はい、こんな感じで綺麗、
羽織でも綺麗、やっぱり可愛いですよね、羽織で、うん、そうですね、こんな感じでちょっとさらっと着てもらっても可愛いです。はい、はい、これこのタグ見つけない、えこれタグ見つけない、あ、本当だあ、めっちゃ前通っちゃった、すみませんなんかあの全部締めてもらって着用してもらうのと、うん、羽織でこんな感じで着てもらうのとまた雰囲気が変わって、うん、結構着回し万能なアイテムになってます、はい、ね、はい、可愛い、綺麗、可愛いですよね、お上品な感じですね、うん、体型カバーしつつ、うん、ちょっとデザイン性があって、うん、おしゃれ、ちょっとこう広がってます、 A ラインです ね、 ね、はい、A ラインになってます、すごい着てるとね、はい、あんまりあれなんですけど、動くと結構この下に落ち感があるのでたっぷり生地を使ってる感じです、うん、そう、動くとね、綺麗、綺麗、多分歩くたびに本当にふんわり揺れるこの柔らかい感じの素材が、はい、かわいいめっちゃ歩くはい、そう、これめっちゃほんまにおすすめ、これ普通に歩いてるだけでこんな感じですからね、ですからねですからねこの、そう、ここもね、ギャザーがしっかり入ってるからふんわりと見せてくれる、うん、空気を含んだ感じで、はい、直りてあ、綺麗そういい感じはいですね、羽織できてもやっぱ可愛いですね、可愛いですね、これ前閉めてもいいけど、なんか前見たらこう結構シンプルに見えるのに、後ろでこうやって見たら結構可愛い感じ、すっごい可愛い、可愛くて綺麗で、うん、フェミニンさが出てて、うん、おすすめ、これ羽織もめっちゃ可愛いね、はい、ちょっとコメント読んでいきましょう、コメント読んでいきましょう、はいはい、はい、足輪に、あ、ここら辺かな、あ、多分そうですね、あ、ジュリさんですか、はい、はい、あ、袖は七分袖ですかってコメントいただいていて、さっき言いました、七分です、はい、あ、言ってないですけど七分、はい、七分袖ぐらいです、はい、ぐらいあります、で、シワになりやすいですかってコメントいただいてるんですけど、こちらのアイテムに関しては結構シワになりにくいと思います、シワになりにくいです、うん、なんかポリエステル 100% でしたね、うん、なのでもうこんな感じなりにくいです、本当になんかつるっとしてて、本当にさらっとつるっとしてます、そう、さらつるって感じです、本当に、うんうん、こんな感じ、全然めちゃくちゃぐしゃのシワにならないので、うん、なりにくいと思います、はい、そこもおすすめ、はい、みどきさん、はい、こんにちは、みずきさん、みずきさんです、あ、もはやみは間違いみどきさんみずきさん、すいません、こんにちはどんな読み方いつもシャツ羽織で使うとき、中何着ようって悩むのですか、定番おすすめありますか、はい、ございます、はい、いつもちょっとご紹介させていただいているこちらの、そうそうそう、これね、朝、だね、朝コンの、朝コンじゃないわ、なんだかこれね、ちょっと V ネックタンクみたいなやつ、はい、いつもわかんなくなっちゃう、あ、そうそう、朝コン V ネックタンクだ、朝コン V ネックタンクで調べていただいたら、はい、こちらのね、朝コンの V ネックタンクが出てきます、はい、これ本当に万能アイテムです、めっちゃ万能ですよね、はい、さらっとしてて今からの季節ね、めっちゃ使えるんですよ、今エビさんも中に着てるんですけど、同じの着てます、はい、色違いで、そうか、こんな感じでインナーとして着ていただいてもいいですし、はい、うん、こんな感じでちょっと見えてね、うん、あの羽織の下に着用していただいても全然可愛く、はい、あのいやらしくなく着てもらえるので、すごくおすすめです、うん、なんかカラーも合わせやすい、あのなんだろう、めっちゃ響かないというか、はい、あの浮かないカラーになってますので、はい、それもおすすめ、おすすめです、うん、これ着ておけばなんかいいかなっていうめっちゃなんかいいかなって思いますね、いいかな、かわいい、ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございます、普通にデニム合わせもいいですね、うん、デニム合わせもほんまにめちゃくちゃ合うと思います、うん、かわいい、はい、こんな感じで ねえ、ちょっと前だけ何個か上げてもらったりとか、あ、ほんとだ、エビさんもかわいいとかで着てもらって、めっちゃ可愛いと思います、おすすめです、はい、で、真夏でも着れそうですか、真夏着れます、大丈夫です、
本当にサラッとしていて、はい、あの冷房対策とかでも持ってってもいいかもしれないですね。そう、紫外線とか、ね、安心、持ってたら、はい、着てたら安心だし、そう、全然そんな暑くない、薄いので、はい、真夏でも大丈夫です。結構ロングシーズン着用していただけるかなと思いますよ。はい、間に合いました。今から参加です。まだ時間は大丈夫ですか？ありがとうございます。大丈夫です。はい、今ね、2点目のご紹介させていただいてます。そうですね。はい、カラバリはどれくらいあるんですか？あ、カラバリはね、これは2色展開です。はい、オフホワイトとライトベージュ。はい。はい、です。2色です。はい。あ、しおりさんのパンツ教えていただけますか？はい。こちらね。こちらのパンツをお伝えさせていただきます。うん、こちらがですね、最近あの販売してまして、ベルト付きセミワイドパンツとなっております。はい、はい、カラーもですね、4色展開なんですけど、はい、私が着用しているのはテラコッタ、うん、こんな感じのパンツ。これ綺麗ですよね、めっちゃ綺麗、すっごい綺麗、シルエットも綺麗だし、このカラーキャメル、テラコッタ、あ、テラコッタこれテラコッタです。テラコッタですよね。本当だ、テラコッタ。はい。かわいい。うん、かわいいです。なんか後ろはゴムになっていて、ゴムなんですね。ゴムなんですね。そう、はい、ゴムです。で、ここにリボンがついてる。はい、リボンじゃないベルトが。ベルトがついていて、前も結構シンプルな感じの。すごい綺麗。ちょっとハイウエストなんですよね。はい、そうなんです。うん、これもすごくおすすめです。ベルト付きセミワイドパンツでお調べしてみてください。はい。はい、かわいいですね、ジュリーさん。ありがとうございます。ありがとうございます。155センチの方に大きいですかっていうコメントですけど。大きくないと思います。ジュリーさんの10センチ。155だから私より7、8センチ伸びる。小さい。じゃあ、もうちょっと伸びますね。うん、すね下ぐらい、うん、ちょうどふくらはぎの真ん中ぐらいまで来そうかな。ふくらはぎの真ん中、もうちょっと下ですか？うん、今は多分そのぐらいです。あ、もうちょっと下だはい、うん、結構くるぶし近くまで来そうですね。来ると思います。大きくはないと思います、うん、なんかロング今年っぽい感じで着用していただきそうですね、うん、ね、はい、はい、かわいい、ありがとうございます。シワになりやすいかな、さっき、あ、また違うかな、違う、あ、シワになりにくいです。さらっとしてます。はい、はい、軽やかですねそうなんです、本当にこれ軽い、ね、軽いんですよ、はい、本当になんかすごく、うん、揺れがふんわりとしてて軽やかです。すごく軽やかです。はい、身長155センチだと最後の切り替えはどのあたりに行きますか？あ、ね、エミさんね、ほんまに今ウエストの真ん中ぐらいですか？うん、真ん中ぐらいです。ですよね。でもね、お尻ここなんで、お尻ね、ちょっと、うん、あんまり触ったかなでもどこら辺かなと思ってね、ここら辺、こ腰、お腹、ウエストぐらい、でもね、長くなってくるんですよね、うん、もうちょっと、でも腰あたりとかになるんですか？ちょうど腰上あたりだと思います。この辺から来そうなんで、うん、綺麗だと思います、うん、私よりちょっと下がバランスは変じゃないと思うんですけどね、うん、あれでしょうね、ちょっと今ページがまだ上がってないと思うんですけど、スタッフ着用のページが上がったらそこを見ていただきたいんですけど、はい、まだですよね、ちょっともう少し多分、はい、と最近ベース系好きです。うん、うん、ベージュ系結構なんか馴染みも良くて、そう、綺麗ですよね、うん、綺麗やと思います。はい、ベージュ系いいですよね。綺麗ですね。V ネックの空きはどうですか、かがんだりしたら見えますかっていうコメントいただいてるんですけど、うん、うん、V ネックの空き私、あ、見えます、見えないかもちょっと難しい、そうですね、難しいですね。ああ、でもやっぱりちょっとね、首元開いてしまうと、うん、結構空き気味のものを着てもらうとやっぱ、気になるとは思うので、うん、ちょっとこう見えないようなインナー着てもらうとか、めっちゃ空いてるわけじゃないかもしれない、結構上まで詰まってます、うん、この辺
なんでこうがっつりこうやって下にやっちゃうと多分ね空き脇になるんですけど、普通にしてる普通にしてる分には大丈夫だと思います。はい、と汗じみは目立ちやすいですかってコメントいただいてるんですけど、ベージュの方はちょっと分かるかもしれないです。もしかしたらね、分かりそう、でもこっちのオーブンホワイトの方は分かりにくいと思います。でもこれ背中の部分ちょっと二重というか、あ、二重になってます、なってませんか、分かんないか、あ、違う、私タンクトップだこれ間違えた、すいません、大丈夫、あのもしかしたらピタッとくっついてるところは、はい、ベージュは汗染み気になるかもしれないですね。はいはい、ひなさんこんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。ひなさん。ひなさんですね。ひなさんですね。もう間違えるよ。合ってます。大丈夫。エミさんの靴これからって言われてましたっけ？はい。はい、そうです。エミさんが今着用している靴は、今からのまた新作の発売となりますので、はいはい、またその際には。ご紹介できたらなと思ってます、はいはい。白結構透けそうですね、太陽の下だと、ってコメントいただいてるんですけど、はい、白は透けると思います、ますね、はい、太陽の下だと多分透けます、はい、ます。なので中にこんな感じでインナー合わせてください、はい、合わせてください、結構ね、今年透け感のあるもののトレンドになってるので、なんかいい具合の透け感、なんか本当にブラウスとかの透け感と一緒ぐらいの透け感です。なんか生地が薄すぎないので、はい、結構しっかりしてますので、はい、めちゃくちゃ透けるわけじゃないけど、そうですね、もしかしたら太陽の下だと気になるかもしれない。はい、はい、こんにちは。こんにちは。かわいい、ありがとうございます、はい、1枚で切れますか。あー、一枚下に、ワンピースとしてってことですよね。別にいけそう。あ、でももしかしたらここが気になるかも。これのこの隙間、なんかね、やっぱり横にスリットとかないんでいいんですけど、あの裏地とかついてないんですよ。そうなんです。ついてないので、はい、ベージュが、いやでも多分透けます。もう下、ワンピースで着たいっていう方は、もうペッチコートとか着てもらうた方がいいですね。まないとちょっと見えちゃうと思います。ます、はい、はい、はい、見えますね。白はもう断然ちょっとピッチコート着てもらっても透けると思います。うん、白は多分1枚で着れないと思います。着れないと思います。はい、しおりさんコーデおしゃれ。ありがとうございます。これおすすめです、ね。おすすめです。このパンツもおすすめです。おすすめです。これは私のおすすめ。ね、綺麗。はい、足長。いろんな着方できるんでね、それで1枚でパッて着てもらってもすごい可愛いですし、はい、羽織でも着れるので、はい、すごくおすすめです、うん、はい、ボタンアップで見たいです。はい、ボタン一緒です。ボタンは、ボタンはね、違いますね。あ、一緒だ。違う。あ、ちょっ、一緒こんな感じです。一緒ですね。ちょっとなんか、なんていうんですか、パ、なんていうんですか、パールっぽい、あれです、オーロラじゃなくて、オーロラオーロラですか。あ、そうそうそう、貝みたいな、貝みたいなね。あ、貝って、あ、シルや、シルシル、はい、なんかちょっとシルっぽい、うん、この、あ、わかります。あ、そうそうそう、シルっぽい、シルっぽい、シルっぽい、綺麗です。はい、じゃあ、わかりやすそう、わかりやすそう、わかりやすそう、あ、わかります、わかります、ほら、はい、このシルっぽい感じです。うん。そう。貝みたいな。貝みたいな。貝。はい。感じです。です。はい。うん、綺麗です。綺麗なシルっぽい感じです。東北地方ではまだまだ寒くて着れないけど欲しい。ああ、そうですね。まだ寒い日結構ありますもんね。いや、大阪も結構寒い日ありますよね。ね、今日ちょっとお昼は暑かったですけど。暖かかったですけど、やっぱり朝晩がね。冷えますね。冷えますね。本当にバラバラ。うん、着れないけど、もしまた着れる時期になったら、はい、もう時期で着れそうな気はするんですけどね、ね、はい、こんにちは、かおりさん、こんにちは、ありがとうございます、レギンス合わせは合いますか。レギンス、はい、レギンスあります。ありますよ、レギンス。じゃあレギンスちょっと履いてもらいます
にしよう、黒。あー、全色持ってきました。今、恵美さんがレギンスいっぱい持ってきてくれて、履いてくれます。いやー、あー、これいい、良さそうですね。ね、しましょうか。はい、これ。これ。あ、白かわいい、ありがとうございます。うん、白めっちゃかわいいと思います。このなんて言うんですか、このすごい清楚ですよね。清楚ですよね、すごい綺麗。うん、結構なんかツヤ感があって、うん、本当に柔らかい、かわいいです。チュイジングタカさん、こんにちは、ありがとうございます。ピアスがピエロのものですかってコメントいただいてるんですけど、すいません、ちょっと今日つけてるのがピエロのものじゃなくて私物になるんです、すいません。いつもピエロのつけてるんですけど、ちょっと今日は忘れちゃいましたね。すいません。はい、あ、夕日、夕日、夕日出ます。気になることありますか？はい、あ、レギンス、つけてもいいですか？あ、大丈夫ですよ、レギンス全然大丈夫です。ちょっと、うん、エミさんがちょっと今レギンス履いてきてもらいました。こんな感じで、ちょっとあんまり分かんない、あ、こんな感じです。はい、嘘だった。はい、レギンスってこんな感じで合わせてもらっても全然可愛いと思います。はい、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 これぐらい見えます。はい、可愛いです。はい、あ、すいません、ピアスみたいです。あ、ピアス、ピエロのやつじゃないんですよ、すいません。こんなもう普通のもう普通のこんなピアスです。はい、もうシンプルな、はい、シンプルなやつ。こちらおいくらですかっていうコメントいただいてます。はい、ね、はい、値段は3690円です。はい、こちら新作なので72時間は3321円でお値上げいただけます。はい、はい、茶色のパンツの商品名は何ですかっていうコメントいただいています。こちらが、ベルト付きセミワイドパンツとなっております。こちらの名前で検索してみてください。はい、セミワイド、あ、間違えた、ベルト付きセミワイドパンツとなっております。今から参加です、シャツワンピいくらですかってコメントいただいてるんですけども、もちろんいいですか。ね、3690円です。はい、72時間は3321円です。はい、ありがとうございます。はい、白のおシャツの後ろみたいです。はい、こんな感じです。はい、ここはシンプルで、うん、ここから切り替え、はい、逆側がしっかりと入ってます。はい、綺麗、はい、かわいい、かわいいですよね。ありがとうございます。そうそう、そうですね、そうそう、ちょっと商品のおさらいをさせていただきまして、はい、本日ですね、ちょっとね、公式サイト、ピエロの公式サイトがちょっとリニューアルされまして、はい、より見やすく、よりおしゃれに、そうなんです、はい、ちょっと変わりましたので、はい、ちょっと最後にちらっとご説明をさせていただきたいなと思ってます。はい、はい、最後までちょっとご覧いただければなと思います。はい、はい、そうですよね。はい、かわいい、いつから販売ですか？明日です。はい、明日の朝10時から販売です。はい、うん、素材はポリエステル 100% です。こちら、はい、ポリエステル 100% です。こちらのカラーも素敵です。ありがとうございます。はい、エミさん、レギンスコーデかわいいですね。あ、はい、ありがとうございます。かわいい、レギンスかわいいですね。うん、レギンスかわいいと思います。うん、はい、そうしましたら、こっちから行きましょうか。本日2点ご紹介させていただいたんですけど、はい、明日発売の新作アイテムです。こちらがギャザー切り替え A ラインロングシャツです。はい、カラーはライトベージュとオフホワイトの2色ございます。はい、サイズは M サイズと L サイズです。はい、今は M サイズ着用してます。はい、
素材がポリエステル 100% で、お値段3690円ですが、新作なので3321円です。はい、そしてもう一つ、はい、もう一つが、でもくぐってませんでしたよ、ね、大丈夫です。あ、ちょっとこっちくぐってないですけど、はい、ウエスト絞りデザインロングシャツ、このウエスト部分がキュッと絞れるデザインになってます、はい、カラーがベージュとブルー、はい、2色です。サイズはワンサイズのみで M サイズ、あ、はい、のみとなっております、はい、素材がレイヨン 65% ポリエステル 35%、 お値段は3990円ですが、こちらも新作なので3591円となっております。以上です。はい以上です。以上です。はい、でこちらの本日なので新作商品のご紹介は以上ですね。はい、以上です。ではちょっとね、公式サイトがリニューアルされましたのでぜひともお見せしたいなと思います。エビさんの画質の方が綺麗かもしれない。これちょっとめっちゃ古い。音楽止めよ。はい。こんな感じ。ちょっとあれお見せしたいなと思います。本店のね、ホームページなんですけど、はい、ピエロの開けていただくとこんな感じでバーンと。はい。ちょっと、ね、最初からね変わってる。なってるんですよ。そうなんですよ。でね。でね。あ、何そう、ここがねちょっとねインスタっぽい感じのアイコン。アイコン。になってるんです。見やす、安いですよね。でこっから、はい、YouTube に飛んでもらったりとか、うんうん、そうなんです。なんかおすすめのシリーズだったりデニムだったりとか、はい、公式アプリ Instagram に飛んだりとか、はい、公式ブログに飛んだりとか、ちょっといろいろ飛べるようになってるんですよ。はい、はい、であとそう上がそんな感じで、次のおすすめがね、これが切り替え、今多分普通に見てもらってたらこんな感じなんですよ、画面が、はい、で今回、うん、この切り替えボタン、ここに切り替えボタンがあるんですけど、はい、押していただくと、はい、こんな感じで切り替わります、はい、ちょっとねピエロのおすすめ商品だったりとか、うん、言いたいです、全然大丈夫です、なんか見え画面がいけてますね、はい、はい、おすすめ商品だったりとかカテゴリーごと の、うん、のランキング紹介、はい、あとライブの紹介、ライブでご紹介させていただいたアイテム、うん、こちら飛んでいただいたら飛べるようになってます。はい、はい、なってます。あとはインスタグラマーさんの着用していただいて、はい、着用アイテムが結構下の方に載っていたりとかもしますので、はい、うん、この切り替えはすごく見やすくなりました。そう、見やすいんですよ。めっちゃ見やすくなりましたね。お腹減った、はい、こんな感じでね、見応えありますね、たくさん見ますね、ありがとうございます。いや本当ね、豊富、盛りだくさん、はい、で見やすい、そうそう。でもう一点がちょっとね、うん、マイページ飛んでいただくのに、あ、そうそう、はい、はい、このね3本線押していただいたらここにログインする画面が出てくるので、うん、次からはちょっとね、この3本線を押していただいてログインをここからしていただくようになりました。はい、はい、こんな感じですかね。はい、はい、ぜひチェックしてみてください、うん、はい、本日から変わってます。はい、はい、ありがとうございます。いや、あとカラーのね、あ、そう、ちょっとね、これねカラー検索とかもできるようになったんですよ、うん、だから名前入ったすいません、すいません、恥ずかしい、おんこちゃん、はい、ちょっといろんな、はい、この色で検索したりとか値段とかで検索したりもできるようになりました、はい、あとなんかありますね、さっき下の方に、あ、下の方にはあれです。ん？あ、そうそう。ブログみたいな。ブログとか、はい、特集ページでも飛べるようになってます。この辺りかな。そう、これ。ブログとかニュースとか。はい、ニュースとか、ね、特集とか、うん、なんかブログに飛んだりとか。はい。はい、できるようになってるので、はい、ぜひ、はい、チェックしてみてください。はい、はい、笑うに。すいません。
とうございます。アライブアイテムの掲載嬉しいというコメントいただきます、うん、ありがとうございます。これね、あのちょっとね、知ってる方知らない方いらっしゃると思うんですけど、うん、一応ね、あのライブ配信が終わった後、はい、まあ、後日ちょっと翌日とかになる時もあるんですけど、ストーリーの方に、うん、あのライブ配信アイテム、はい、ライブ配信アイテムをちょっとね、あの画像を載せさせていただいてて、 でそこから上にスワイプしてもらうと、うん、あのページ飛ぶようになってるんですよ、うん、その今日だったらこのアイテムともう一個のシャツと2つちょっとこうページに飛べるようになってるので、はいはい、よければそちらもチェックしていただければなと思います。はい、はい、ですね、はい、じっくり見させていただきます。また後で見ます。ありがとうございます。はい、はい、ではでは、はい、本日は、本日はこちらのご紹介と、はい、リニューアルの、はい、はい、お知らせとお知らせとさせていただきました。はい、はい、ではあの本日もありがとうございました。ありがとうございました、はい、またあのライブ、次のライブ木曜日でしたっけ。12時でした。あ、そうです、そうです、はい、木曜日の、じゃあ12時に、じゃあじゃあまたお会いしましょう。はい、12時にまたライブ配信を行います。はい、はい、あ、お疲れ様でした。ありがとうございます。